こんにちは、みゆです。今回はですね、じゃーん、オフロードサービス谷口さんに始めてきました。イエーイ。今回は、谷口さんの、デモカーを見せていただいたり、つけていただきたい商品がありまして、こちらを楽しみにしてきました。で、今回ですね、担当してくださるオフロードサービス谷口さんです、はい、お願いします、はい、こんにちは、谷口です。よろしくお願いします。お願いします。もうすでにご存知の方がかなり多いかとは思うんですけど谷口さん の、 ご紹介をしていただければと思います。はい、はい、オフロードサービス谷口はちょうど来年で創業40周年になるんですけど、ずっとジムニーの、カスタムパーツ専門で作ってきたパーツメーカーですね、はい、で今ちょっと改装中なんで、ここの仮の倉庫が建てたりとか、横が空き地状態になってたりとかするんですけど、まだもうちょっとこれ綺麗にはなっていくんですけど、また広い駐車場ができるんで、はい、皆さんもだいぶ来やすくなるかと思いますので。あ、分かりました、はい、ショップさんが上ですかね、はい、ショップが2階です、はい、後ほどのショップさんの方を見せていただければと思います。はい、はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、お願いします。では、まずデモカーのご紹介をしていただければと思うんですけど、はい、この JB64 は、まあ、コンセプトとしては、はい、スポーティーなイメージで、ちょっとレーシーなスマートな感じで仕上げてはいるんですけど、はい、まあ、特徴としては、まあ、足回りが、ソルブエース40っていうサスペンションが入ってるんですけど、車高が40ミリ上がるタイプのサスペンションが入ってます、はい、高さとしては40ミリと、あと、20ミリと40ミリと60ミリ、20、40、60の3種類。わかりました、はい、結構珍しい高さですよね、はい、20、40、60っていうのが、はい、まあ、JB23 の頃は1インチ、2インチ、3インチっていうインチ数でやってたんですけど、64になってからこういう四角いボディになったので、はい、屋根が広くなってるんで、はい、屋根が重たいんですよ。カーブとかで屋根がグッと外に振られて、はい、ロールって言って横揺れが前のジムニーと比べて結構大きい感じになってるので、はい、タイヤハウス、タイヤのはまるところも結構大きくなってるんで、はい、あまり上げすぎても逆にバランスが悪いかなっていうので、はい、で64に関しては20ミリ、40ミリ、60ミリっていう23よりちょっとだけ控えめの感じのリフトアップ量に作ったのがこだわりです。20、40、60も車高の高さだけじゃなくて、はい、それぞれバネにもコンセプトがあるので、うんうんうん、どういう人向けとか、はい、20ミリは、エントリーユーザー向けというか、まあ、はい、初めてジムに乗る人とか、あと街乗りをメインに乗ってる人とか向けのやつで、まあ、純正で結構フラフラするなって思う人向けなんですけど、はい、よりちょっと純正よりはしっかりした乗り心地で乗れますって、まあ、あとはその林道だったりとか、はい、ちょっとしたオフロードでも全然いけるようなタイプで、ポイントは純正のショックアブソーバーのままでもつけれるので、安上がりで乗り心地を変えれるっていうのがポイントですね、はい、いいですね。でさらにバージョンアップで専用のショックアブソーバーも販売してるので、はい、それをつけたらより乗り心地も良くなるし、で足の動きも純正よりは足が伸びるようになるので、はい、オフロードの走行性能も高くなるという、ちょっとグレードアップしたバージョンも選択できるというのが20ミリのポイントです、はい、40ミリのサスペンションは、はい、さらにグレードアップしたようなやつで、高い次元でのオールマイティーなサスペンションっていうようなイメージなんですけど、はい、オンロードからオフロードまで幅広く乗っていただけるような、はい、割としっかりしたタイプのサスペンションですね、うんうんうん、スピード出して走ったりするような人でもしっかり車体の、さっきのロール横揺れを抑えてくれるような、はい、しっかりめのサスペンションがこの40で、60のサスペンションキットが、はい、この40をベースに作ってるんですけど、よりちょっとオフロードに特化したようなサスペンションで、はい、フロントのバネを少し柔らかめにしていることで、よりそのオフロードモーグルみたいなところ入った時に足の動きが、はい、前の足がしっかり動いてくれるように設計したのが60っていう、ものすごくざっくり説明するとその3パターンっていうような感じですね、はい、60にして街乗りだけだったらちょっともったいないような
感じ、まあ、全然あの60で街乗りだけの人もいますし、で、まあ、うちのサスペンションキットは全般的にどのシリーズもオンロード、はい、オフロード両立できるような感じで作ってるので、オンも乗り心地よく、オフロードも乗り心地よくっていうのがベースになってるので、はい、オンロードのタイプの方でも全然いいと思います、はい。ではお次にですね、新商品があるということで、はい、そうですね、はい、見せていただけますか、はい、まずこのパワーエアクリーナーですね、はい、K&N さんの、キノコ型のオープンタイプの、エアフィルターを使ったパワーエアクリーナーなんですけど、はい、この辺りのパイプとかこの辺りのステージとか、あと遮熱板、熱が直接エンジンの熱が当たらないように作ってるのがポイントですね、はい。パイプの長さも実はちょっとこだわりがあって、はい、パワーエアクリーナー、キノコ型のクリーナーに変えた時に空気がいっぱい入ってくるんですけど、はい、空気の流れを効率よく取り込むために適切な長さっていうのは実はあまり知られてないんですけどあるんですよ、はい。長すぎても長いストローを吸うような感じでなかなか入ってこないし、はい、短すぎても一気にドバッと入ってくるのが詰まっちゃうような感じになるので、入ってきた空気が程よく加速して中に入っていくちょうどいい長さっていうのをうちでテストを繰り返して導き出した長さがこのパイプっていうような感じですね。ここからここまでが一つの商品になりますか。そうです、ここのステーも、はいはい、含めてこれをつけることによって加速が増すんですかね。そうですね、いっぱい空気が入ってくるようになるので、はい、踏み込んだ時の加速が、はい、全然違います。合わせてつけていただきたいのが、はい、この辺りのブローオフバルブっていうパーツなんですけど、はい、ブローオフバルブ自体はトラストさんのブローオフバルブなんですけど、はい、うん、このブローオフバルブがついてるこのパイプですね、はい、これが谷口製のパイプなんですけど、実はこのブローオフバルブっていうのが、はい、あのよくアクセル離すとプシュンプシュンとこう音が鳴るっていう、皆さんブローオフのイメージあると思うんですけど、実はそのいっぱい入ってくる空気を吸い込みすぎた空気、余分な分を排出してくれるっていう役割があるので、はい、こういうパワーエアクリーナーと一緒に交換するとより効果的、はい、へっていうのが実はブローオフバルブの特徴なので、もし検討している方は一緒につけるとおすすめです、はいはい、ここのパイプの太さと、はい、ここのパイプの太さ全然違うのがあります。あ、違いますね、うん、こっちの方が細いと思うんですけど、はい、でこれも理由があって、うん、で吸い込んだ空気の流速を出すために、はい、太いところからこう細くなっていくほど流れが速くなっていくのって分かります？あ、イメージはなんとなく入り口は広く、はい、出口は狭くすることで、うんうんうん、どんどん空気が加速していくので、はい、スロットルに勢いよく圧縮した空気が入ってくることによって、エンジンのパワーもより上がりやすいっていうのが特徴ですね、はい。純正だと、はい、どこなのかっていうのが分かってなくて、はいはい、それ教えてもらってもいいですか？はい、いいですよ。純正だと、はい、実はエアクリーナーがこれなんですよ。この箱がで空気吸うのがここから空気を吸って、はい、でエアクリーナー通ってこっちにターボに入っていって、ここにあったやつでここにあったやつがそのパワーエアクリーナー、はいはい、これごとごそっと取っちゃって代わりにここにつけるっていう。これがゴムなんですね。そう、この辺とかあとここも。あー、なるほど、はい。どれぐらい変わるものなんですか？言葉で伝えるの難しいですかね。そうですね、ちょっとまだ新商品で、はい、その純正比でその馬力測ったりとかそういうのがまだできてないんですけど、もう全然乗った体感でわかると思います。踏み込んでこうシュッとこう伸びていくような加速感、はい、前から、はいはい、ご紹介していただければと思うんですけど、はいはい、まずグリルですね、はい、JA11 のジムニーの頃から作っている不要になってまたこういう四角いボディに、ね、はい、戻ったんで、うん、その頃のグリルをオマージュして作ったやつなんですけど、はい、横ぐらいから見てもらうと、うん、こう立体的なグリルになってるのが分かると思うんですけど、はい、なかなかこういう立体的なグリルって
実はあんまりなくて、スマートな作りになってるので、割とスタイリッシュな見た目になると思います。はい。で、特徴なのがこの真ん中の大きな開口部。この大きな開口部があることで、はい、走った時により走行風がエンジンの中に入っていきやすくなってるので、はい、中のラジエーターだったりとか、はい、インタークーラーだったりとか、はい、まあ、空気の力を使って冷却してるようなものの性能も良くなります、はい、そんな機能がここにあったんですね。そう、実はデザインだけじゃなくて機能的もなことも考えてこのデザインにして出っ張りというか、はい、まあ、ちょうど鼻筋が通ったような形になっていることから、うん、通称でハンサムグリルっていう。おいい名前ですね、はい、その下がフロントバンパーなんですけど、はい、まあ、このグリルもバンパーも FRP 製 で、はい、でこのバンパー作るにあたってまずこのグリルから先できたんですけど、はい、このグリルのこの斜めのラインをそのままこういうちょっとスピンドルブーというかデザインをつなげて作ってます。おしゃれ、はい、でフォグも純正のフォグランプそのまま移設できるように作ってます、はい。ランプは全部純正のものですね。そうです、純正のままですね、うん、であとあのヘッドランプウォッシャーも移設できます。ウォッシャーついてない車もグレードによってあるんですけど、ウォッシャーなし用のバンパーも作ってるのでそれは購入するときに選べます。あとその下についてるこのスキットプレートっていうプレートなんですけど、はい、こういう薄型バンパーに変えたときにここフレームがまあ一体丸見えになってしまうのを隠すっていう意味もあるんですけど、はい、実際オフロード走ったときに、まあ、あのここに岩ぶつけたりとかする激しい走り方される方にも、はい、まあ、こういうスキットプレートは重要な部品なんですけど、はい、これについてる今ついてるタイプがよりこの頑丈なタイプのスキットプレートで、はい、奥、はい、この奥のプレートが補強プレートが入ってるので、うちのスキットプレートの特徴は結構こういうスキットプレートって他出してるとこいっぱいあるんですけど、はい、あのフレームに穴開けてつけるタイプが結構多いんですけど、 はい、うちのは穴開け加工なしで開けれるのがポイントですね。このステーがここフレーム穴開いてるんですけど、ここにズボッとこう開いてる穴に差し込むような形にして、でここをボルトで止めて、であとこっちの内側の補強ステーと一緒にこのコの字にがっちりステーを囲い込んで最後にプレートをつけるっていうような、逆にもうそういうとこ走らないよっていう人だったらその中の補強がついてないタイプ、割とライトな作りのスキットプレートもあるので、街乗りでそんなにあのケインフックとかも実際に引いたりとかしないし、はい、見た目重視でっていう人はそっちのライトな方のスキットプレートタイプ2っていうのがそっちのライトなタイプなんですけど、はい、横から突っ込み入れていく、はい、佐賀君が自社の製品の話してるけど、はい、そのライトって言ってるやつで、はい、あの日本で売ってるよそさんのスキットプレートの多分10倍丈夫よ。ライトって言ってもそれでも頑丈。あ、そうなんですか。ライたけし君ライトって言ってるやつで多分あの他のヨンクショップさんが売ってるやつも10倍丈夫。だからこのハードな方っていうのは、はい、とんでもなく丈夫だ。あ、そうなんですね。フレーム剛性が上がるレベルで丈夫だからね、こっちは、はい、実はガード系もうち結構出してて、見やすいところで言うと、はい、アームのピポットの部分、はい、なんですけど、よくここがね、あのオフロード、まあ、ちょっとした林道行った人でも、はい、結構ぶつける確率が一番高いところなんですけど、ここをガードするためのこれが商品、はい、アームガードっていいます。面白い商品とか面白いとか変わった商品とかと、はい、こういうタンクサイドカバーって言って、燃料タンクの横も守っちゃおうっていう、すごい実はこの JB6474 に変わってから、はい、燃料タンクが樹脂のタンクになってるんですよ。鉄じゃない、今までずっと鉄だったんですけど、はい、樹脂のタンクに変わってるので、はい、で純正でも下にあのタンクを守るカバーみたいのはついてるんですけど、まあ、それも結構ペラペラっちゃペラペラなんですけど、でここからあの樹脂のタンクが丸見えの状態なんですよね、はい、なので、まあ、走ってて、まあ、
石とか巻き込んで石飛んできたりとか、はい、やぶの中走って枝とか刺さったりとかっていうのもあるんで、まあここもしっかりカバーと、あとあのね、自分の車後で見てもらったらいいと思うんですけど、はい、燃料タンクにこんなバーコードみたいなシールがついてるんですよ。ありますね、はい、それが見えてるので、うんうんうん、それもなんかかっこ悪いなっていうのもあって、うん、思ってました、それは、はい、目隠し代わりにも、はいはい、ここの商品は初めて見ましたね、うん、ここ作ってるとこ多分どこもないと思う後ろの方に回ってもらうと、はい、純正のタンクのカバーの上からつけるタイプのタンクガード、はい、見えますか、はい、これもあのタンクを守ってくれるガードですね、はい、結構弱いんですね、そこが弱いというか、まあ、走ってぶつけたら怖いところです、ね、まあ、そうですよね、燃料タンクにやっぱ穴が開いちゃったり割れちゃったりすると、はい、そこから燃料漏れてもう走らなくなっちゃうんで、そこをやっぱりしっかり守っておきたいところかな。ショック、はい、リアのショックを守る、うんうんうん、ショックガードだったりとか、すごい守られてますね、はい、これも6474になってから、はい、キャニスターっていう、はい、部品がここになったんですけど、これも結構走るときに、はい、ぶつけやすそうな位置にあったんで、このキャニスターもガードしてくれるようなカバーも作ってます、ぶつけてからじゃ遅いんで、壊れてからガードしようと思っても、ね、新商品のうちの鉄バンパーが発売になったんですけど、はい、これがダブルリアバンパーっていう名前の、はい、テールランプも純正のテールランプそのまま使いますし、はい、で裏側の純正テールランプのカバーがついてるんですけど、うん、そのカバーもそのまま使えますので、しっかりあの泥とかかかっても、はい、しっかりランプが守られるような作りになってます。特徴的なのがかなりしっかり作り込んでるので、はい、強度がかなり強いバンパーなので、意外と便利な使い方があって、はい、ルーフラックつけたりする人多いと思うんですけど、ルーフの荷物を下ろすとき、ラダー使ってやってる人とかも多いと思うんですけど、はい、なかなか足場安定しないんですけど、しっかり作り込んであるんで、ちょっと乗っても平気なぐらい。めちゃくちゃ頑丈ですね。はい、なので、まあこれでね、はい、屋根の荷物を下ろしたりするときも足場もしっかり安定するので、うん、あ、意外とこういう使い方もできちゃうんで。え、何キロぐらいまで大丈夫とかってありますか？まだテストはしてないですけど、はい、多分100キロぐらいの人が乗っても全然びくともしないと思います。まあ、うちのそのものづくりのポイントとして、まあ、もちろん強度だったりとか、うん、あと実用性と、はい、あとデザインと、はい、まあ、その辺もいろいろ考えて作り込んでいるので、はいはい、それはちょっと谷口のこだわりポイントですね。この辺りもテールランプの枠を囲むだけじゃなくて、はい、こう折り込みがちゃんとヘリがあるのかな、はい、このヘリがあることで、はい、この立体強度も強くなるので、なるほど、ぶつけても全然へこみに強い。こういうのも珍しいと思うんですけど、うん、スペアタイヤを外したところにつけるナンバーのガーニッシュなんですけど、はい、スペアタイヤって重たいんで、はい、外すだけでも結構、車体が軽くなって、はい、でジムニーの動き自体も結構変わってくると思うんですけど、はい、まあ、外しただけだと結構後ろが寂しい感じになるので、せっかくだったらナンバープレートもつけたいっていうので、うん、でこれも実は穴開け加工なしでつけれるタイプで、そうなんですね、はい、でこの辺りのライセンスランプの配線とかがどうしてるかっていうと、はい、貫通ボルトって言って、はい、ボルトの真ん中がこう貫通してる穴開いてるボルトっていうのがあるんですけど、うん、おそれを使ってるので、そこに配線を通してるんですよ。すごい通常こういうところだとね、配線をどっか中に入れないといけないんですけど、はい、この貫通ボルトを使ってることで綺麗に配線も隠せるので、はぁ、うん、見た目もすっきり、すごいですね、すっきり、はい、へえ、なかなか見ないですもんね、こんな真ん中にドーンって。そうですね、ナンバーが来るっていうのは個性も出ていいですね。あとは大物系で言うとこのマフラーとかですかね、はい、でこういう薄型バンパーに変えた時にマフラーの出口がね、はい、上の方に上がってる方がやっぱり
地面とのクリアランスも取れるし、うんうん、見た目もかっこいいので、うん、一応ちなみに純正バンパーでも付けれます。おちょうどね、純正バンパーだとナンバーがこの辺りに来るんですけど、はい、ナンバーの横をこう穴開けるように加工をすれば純正バンパーにも使える。この切り取った穴をきれいに隠せるマフラーガーニッシュっていうのを実は使ってるので、はい、それも一緒に装着したらかなり見た目は綺麗で、違和感なく純正バンパーにもつけれるかなと思います。はい、あ、で音聞けますか。はい、ちょっとエンジンかけてみますね。はい、ありがとうございます。上品な感じの音だと思います。はい、うん、そうですね、はい、ではお次に、はい、あの車内の方、はいはい、お願いします。で、まあ、開けてパッと目に入るこのシートなんですけど、はい、これがブリットとコラボしているシートでセミバケットシート、はい、で、まあ、しっかり体もホールド感があって長距離運転とかしても全然疲れない。セミっていうのがフルバケットだと、はい、まあ、リクライニングができなかったりとか、あとはここの横のサイドの立ち上がりが結構ギュッとこう体をホールド感出すために盛り上がってるんですけど、はい、ここの盛り上がりも低めにすることで、はい、ジムに車高高いので乗り降りの時がやっぱりここが低めだとすごく乗りやすいんですよ。はい、でもあの立ち上がりがあることでしっかりお尻のホールド感がしっかり体を支えてくれるようなシートになっています。はい、これ倒せるんですか。倒せます。普通の、シートと一緒でのレバーでワンタッチで。へえ、いいですね、はい、結構こういうバケットシートってこういうダイヤル式のやつが結構あったりとか、ね、はい、あのダイヤルでちょっとずつこうガガガガガッとこう動くんで、そういうタイプは一気に倒せないんです。はい、これはもうワンタッチで、うんうんうん、普通の車のシートと一緒で、うん、こういうバケット型って曲がらないイメージでした、はい、うん、そういう、ね、レース仕様とかだともうこういうリクライニングもついてないようなやつもあったりするんですけど、乗り心地使い心地重視で作ってるの で、はい、でしかもシートヒーターもついてます。お、いいですね。これからの季節もあったかく座れるので、長距離走ることが多いのではいはい、よく腰が痛くなるんですよ、うん、あ、いいですね。体が安定する感じがある、うん、安定します、はい、あ、寝れます。ただ純正のシートだと、はい、あのフルフラットにできたりするじゃないですか、ヘッドレスト外すと、はい、でこのシートだとちょっとフルフラットにはできないので、はい、車内泊でキャンプとかで考えてる人は、はい、ちょっとあのフルフラットにできないですっていうのだけ注意ですね。一人で乗る分にはこっちだけ変えてとかもありますかね。運転席だけ変えて、助手席は普通のシートっていうのが結構あ、分かりました。ペダル系も、はい、実は、うんうんうん、谷口のペダルなんですけど、はい、はい、マニュアル車はあのフットレストついてないんですよ。あ、うんうんうん、だからマニュアル車は左足の置き場がすごくどうすればいいかわからない感じの、はい、足がふわふわこうしちゃう感じなんですけど、はいはい、ああいうフットレストつけるとだいぶあの踏ん張りも効きますし、うん、そうですよね、クラッチ踏む時の足の移動のしやすさとかもすごくしやすいです、うんうんうん、ああいうバータイプ の、はい、あのフットレストにすることで、はい、こういう平面の板状のフットレストとかだともう足の置き方がもうペタンと置くしかないんですけど、うんうん、ああいうバータイプにすることで棒だとどの角度で足を置いてもフィットするので、はい、この前あの、はい、コロトさんお邪魔して、はい、であのその時も見せていただいたんですけど、はい、共同開発という形ですか。そうですね、うん、プロトさんはプロトさん仕様 で、はい、谷口は谷口仕様 でうちはあのカラーバリエーションが実はあるんですよ。あ、そうなんですか。プロトさん確かシルバーだけやったと思うんですけど、
うちが赤と青とシルバーと3色あるので、はい、まあ、それこそ車内の雰囲気に合わせて色も選べますし、はい、あ、分かりました。同じペダルなんですけど、実はプロトさんともちょっと違うところもあったりするんです。あ、そうなんですか。オートマ用のペダルとかもあるんですけど、はい、オートマ用とかのペダルもあのうちのこだわりの形にちょっと変更してもらったりとかもあるので。そうなんですね、はい、これもプロトさんと一緒に発売するんですけど、うんうん、はい、このトランスファーのノブのエクステンション、うん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 、この部分ですね、はいはい、これが今度新発売のものになるんですけど、はい、トランスファーのレバーってあのすごく低い位置にあって、はい、で特に四駆のローに入れるときに、うん、押し込みながら後ろに下げないといけないんですけど、うん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 、それがすごく操作しづらいんですよね、うんうんうん、でこれの特徴が長さが延長するプラス角度もちょっと前に倒れるように作ってあるので、はい、四駆のローに入れるときに押し込んで後ろにグッと倒すときもすごく操作しやすくなってます、うん、であとはこのシフトノブも実は新商品です、はい、でまだこれはもうちょっと発売先になりそうなんですけど、うん、これも色が赤とシルバーの数パターンで選べるように作ってます、はい、持ち手をこう丸くすることで、はい、より握りやすく操作しやすくなってますね。で長さも純正のノブより 20mm ほど長くなってるので、手も届きやすいですし、あと操作するときに長さがちょっと長い方が、はい、テコの原理で軽くシフト変えれるので、あとこのナビの下についてるメーターなんですけど、はい、まあ、さっきあのエンジンルーム見た時にいろいろパワーアップアイテムいっぱいついてたと思うんですけど、はい、まあ、エンジンルーム内でまあ他にもサブコンだったりコンピューター加工したりとかっていう方にはあのおすすめのメーターです。追加メーター、はい、今ついてるのがイオン系とあとターボ系がついてます。で、この追加メーターよくあるのがこのダッシュボードの上によくつけてる人がね、はい、いると思うんですけど、うん、実はこのダッシュボードの上って視界の邪魔になるっていうので、あの車検の時に外してくださいって言われる可能性があるんです。かなり場所悩みましたここにつけようかなっていうの でここだとあの、はい、下にエアコンの吹き出し口があるんですけど、はい、まあ、そこまであの邪魔にもならず、うんうんうん、でナビも一応純正のオプションナビが8インチなんですけど、はい、まあ、その8インチナビまでなら、うんうん、あの一緒につけれますので、うん、開いてもこの感じで当たらない。純正オプション以外の、まあ、社外品で9インチのナビとか、はい、もうちょっと大きい画面のナビもあったりするんですけど、そういうナビだと今みたいに開く形だと干渉する恐れがあるので、うんうんうん、そこは要注意ですね、うんうんうん、はい、あとはその隣についてるカップホルダーなんかも結構人気ですね、うん、はい、このカップホルダーのタイプはあのテーブルが一緒についてるので、うん、はい、ドリンクホルダーとあとここに携帯を置いたりとか小物を置いたりっていうのも使えます、うん、でポイントはここの取り付けがここのネジ1本で止まってるだけなので、はい、しかもこういう手回しのネジなので、うんうんうん、工具なしで簡単に取り外しができるのもポイントですね。そのテーブルの部分、そんなにそこに広い部分が作れるんだっていうのが、そうですね、はい、純正もここなんかちょっとへこみはあるんですけど、はい、あまり物置けるような感じでもないので、うん、あと小物でいうとこういうインテリアのキャップボルトなんか、はい、はい、純正が黒いゴム あの、うん、ダミーボルトみたいなキャップがついてるんですけど、はい、でこれはちゃんとアルミの削り出しで作ってるボルトで、うん、色がシルバーと赤と青とあとブロンズと4種類いっぱいあるので、はいはい、それこそ内装の雰囲気とか、うん、好みの色のボルトに変えることでちょっとおしゃれにもできます。いいですね、はい、真っ黒なので、はい、そこにちょっとワンポイント、ね、うん、あるとおしゃれ。あと僕も結構ねあのキャンプとかよく行ったりするんですけどキャンプ用品って結構土で汚れちゃったりとかするじゃないですか、うん、はい、でこういうリアのラゲージマットっていろいろあると思うんですけど、はい、分割式のつけたままあの座席立てたりできるような
ラ、はい、ゲッジマットとかだと、うんうん、ここの割れ目の隙間に泥とか水とか染み込んじゃったりとかってあると思うんですけど、うちが出してるこのラゲッジマットは、はい、このゴム製で1枚ものになってるので、うんうんうん、まあ、汚れ物置いても汚れに強いですし、うんうんうん、汚れてしまっても簡単に外して水洗いして、はい、でそのままパンパンとはたけばすぐにまた使えるようなマットになってるので、うんうんうん、汚れ物積んだりする人にとっては使いやすい、うん、座席使う時も、はい、外してもらって、うん、でこれをくるくるっと、うん、巻くと、はい、ここにね綺麗に収まるんです、うん、便利、はい、で座席をすぐに出せるっていうのも、うん、一つこだわりの作りですね、うん、はい、はい、マッサン、はい、ね、今の説明、はい、普通やんぶっちゃけ言うと普通やん、分かりやすいけど普通やん、はい、あのね、その今の説明って世の中 の、 あのジムニー の、 あの商品開発したりする人たちがする、はい、あのおとなしい説明を今たけし君したじゃん、うんうんうん、あのねこれ全然さ普通にしてるけどさ、はい、彼ね、あのラフティングの日本代表だからね。あで、はい、アウトドアガイドやってて、で、もともと川系のカヤックとかバックラフトとか、はい、リバーサップとか、はい、そういうのを元インストラクターなんですね。そうなんですか。はー、でだから今言ってる、はい、あの汚れ物どうのって隙間あったら泥入っちゃうのはっていうのは全部実体験で言ってるからね。あ自分がそういうことをやってきてて、はい、そういう汚れ物をバーって汚れてる状態で荷物積んでってするときに、はい、あの1枚物じゃないと結果車内は汚れちゃうとか、あとそのマットは洗えなきゃダメだとかっていうのは全部自分の実体験でやってるそういう制作背景があるんだ、うん、の説明がなかったじゃんね今そこが本当に今回は以上になります。他にも2つのデモカーをご紹介いただいたり、すごく欲しいなと思った商品があったり、ショップさんにもお邪魔したりと、まだまだ続きがありますので、次回の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。チャ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 ンネル登録お願いします。